はい、今から何でもありのドッジボール大会を開きます。 A、 表向きはただのドッジボールですが、何でもあり、そう、何でもありです。いいですか、何でもありなんで、そこら辺は自分で考えてください。さあ、作業に移って。はやっ皆の衆作り終えたかな。うん、まあ、でもあくまでちょっとルール確認したいんだけど、まあ、ひどいもんあったりしたから言うんだけど、そう、あくまで噛んで倒さなきゃダメよ。なんか銃バーンみたいになったらもうそれこそもう破滅するから、そういうのなしね。銃とかで撃つとかなしで、もう本当に噛んだけで倒す。だけども何でもあり、そこの何でもありは分かってほしいと。よし、ではちょっとチーム分けしよっか。うん、審判やりたい人、じゃあ僕審判やりまーす。じゃあチーム決め、はい、チーム決めてくださーい。はい、みんな、はい、チーム決めてー。じゃあこのコートで分かれよ。はい、このコートで。右左か。はい、一斉ので。おーし。じゃあちょっとその二人はそっちな。うん。はい、行ー。はい、いっ、はい、また真ん中、左に行ったやつ。はい、行ー。一斉ので。おー、いいね。じゃあ、したチーム決まったな。え、こっち人数少ねえって。じゃあ、これあげるよ。はい、自由に使いな。あ、そいつ自由に使っていいよ。では、第1回ドッジボール大会を行いたいと思いまーす。ドッジボール大会するぞー。あと5秒以内に来なかったら退場。 5、4、3、2、1、 退場ということで第1回ドッジボール大会始めます。ではジャンプボールいきます。ジャンプボールをやる選手前に出てきてください。じゃあいくよ、ジャンプボール、はい、取ってこい。さあ、もう始まってるぞ。さあ、取ったの潜入者。ちょ、待て、お前ら、待て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 、あれ大事なこと忘れてね。ガイアいねえじゃん。あ、ガイア行った、ガイア行った、ガイア行った。もう潜入者しかいなくなっちゃうじゃん。うわ、そうそうそう。最低。よっしゃー。第1回ドッジボール大会を行いまーす。皆さん、はい。真ん中について、はい、よろしくお願いします。お辞儀してください。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、ということで、はい、外野の人は外野に出てください。はい、いいですね、外野出ましたね。亀が外野、ザベルもベンジャミンが外野。よし、じゃあジャンプボールします。はい、ジャンプボールする選手はこっちまで来てください。ドッジボール開始します。ではジャンプボール、外野出てますね。はい、外野出てるか、ちゃんと。よし、じゃあ行きまーす。レディーゴー。さあ、始まりました。さあ、しんのすけボール。さあ、しんのすけ勢いつけて、おーっと、相手陣地に落とした。さあ、これは不発。さあ、どうする。ウィソースも外していく。さあ、しんのすけボール。おーっと、やっぱりあのジョニー君みたいなやつが強いですね。盾になりますからね。おっと、僕に当てようとしたな、お前。やったな、失格。潜入者くん失格でございます。今のは完全に審判に向かって今やりましたね。失格でございます。君は外野に行ってもらいます。ということで、じゃあそうだな、ムチソースボールでいきましょう。さあさあ、どう出る。おーっと、ここでロイストーリーやられてく。さあ、まずいことになった。さあ、ボールは元のザビエル。さあ、どうする、当てられるか。おーっと、上から、上からの奇襲か。惜しい、外していきますね。しんのすけくん、ボール以外でやったため退場。さあ、どうする、ぶち通す。ザビエル上飛んでっからな。お、風船で対抗。
さあこれ外していく。さあザビエル大丈夫か、いけるか。あの風船飛んでるミソス当てられるんじゃねえか。さあチームにパスしましたね今のは。今のはチームにパスしております。しょうがないことですよあれは。さあどんどんパス回し、パス回しがうまいチームだ。おーっと外してくる。さあミソスボールになった。さあこのゲームキャッチできませんからね。上からヘリコプターが来ております。さあどうするこれ。さあヘリコプターに乗ってザビエルに近づく。さあザビエル避けた、ザビエル避けた。さあザビエル当てられるか、あのヘリコプターに乗ってるメスソースに当てられるのか。さあ空中戦が始まっております。さあボールを持ったナムシソース、さあまずいぞ、上からの奇襲だ。ザビエル避ける、ザビエル。ヘリコプターで死んだので脳幹でございます。ヘリコプターで死んだので脳幹です。さあムチソースボール、さあ飛んでるザビエルにどうやって当てる。さあどうする、上に飛んでるザビエルに当てるのは至難の技。さあここでザビエルの方に入ってしまった。おっとここで UFO 来ましたね。さあ空中戦が始まりました。空中戦が始まっています。どうなるんでしょうかこれは。ボール持ってないですから。さあザビエルボールになりましたね。さあここでミスソースに当てられない。さあ当てられないぞ、ここで当ててほしいところだ。さあここで要求されるのは華麗なパス回しですからね。さあパス回しうまくやっていきたいところ。さあここで終わりましたね。あれ待って、外野のカメがまだいますね。さあカメがまだいます。カメ中に入ってください。チェンジです。潜入者とミツソース外野です。さあ残るはカメ。さあいけるのか、カメボールでございます。さあいけるのかカメ。ここでザビエルに当てたいところだが、ザビエルは空中飛んでいる。ザビエルが選択したのはジェットパックですからね。さあこれが難しいところ。さあここでパス回しが、パス回ししていますね。おっとこれでカメボールになりましたね。さあカメボールになりました。おっとなんだこれは、誘っている、誘っているぞ、誘っているぞ。さあどうする。おっとフェイク、フェイクに乗らない。おっとここでザビエル取った。さあここで外野に回していきましたね。さあこのフェイク合戦意外に難しい。さあここでカメボール。さあここでカメがやられてしまったら終わりだ。さあザビエルはなんか知んないけど牛になってますね。おっとダンボールの影に隠れている。なんかダンボールが動いたぞ。今のはトリックか。今僕の中ではなんかダンボールに入ったやつがザビエルを倒したと思ったんだけど、あれちょっとよく分かんなかったですね。まあでもカメが今当てましたね。はい、ということでザビエルアウトです。ということでベンジャミンが中に入るのかな。じゃあベンジャミン中入ってください。さあ頑張って。さあベンジャミン VS カメ。さあ外野に回していく、飛びすぎ。さあロングパス、さあロングパス決めましたね。おー、ゲームセット、勝者ベンジャミンチーム。じゃあはい、外野の方はい分かれてもらって、外野は外野で、はい分かれて、バカ。お前行き過ぎだ。
って。カメこっちだよ、こっち。カメこっち。カメこっち、こっち。そう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 。違いやすぎる。